どうも、パーソナルトレーナーのケンです。今回は女性なら誰もが一度は憧れる美脚、このね、美脚になるための道ということで、ちょっとずつね、いろんなことを解説していきたいと思います。で、まず第1回目、今回はですね、足が太くなる、あるいは太く見えてしまう、その原因と対策、これをね、解説していきたいと思います。で、主にその原因っていうのが4つあります。まず1つ目が、これ単純な脂肪太り、足回りに脂肪がついてしまって太く見える。これはもう単純ですね。体脂肪を落とせば OK です。まあ、運動と食事を適度に織り交ぜていって、脂肪を落とせば必然的に足も細く見えてきます。ただね、ちょっと後で説明するんですけども、セルライト太り、これになってしまうとちょっと厄介です。これはね、また後で説明します。2番目が筋肉太り、足回りの筋肉が発達してしまって太く見えてしまう、こういう女性も結構いるんじゃないのかなと思います。で、まあ、まずなぜ下半身ばっかり発達してしまうのかっていうと、まあ、普通に生活してて、あるいは立つ、歩く、階段を上る、こういったことをするだけでやっぱ足の筋肉すごく使うんですね。上半身と比べるとやっぱり下半身の方が筋肉が発達しやすいです。で、そうすると下半身の筋肉ばっかり発達、あるいは張ってしまって太く見えてしまうと。まあ、なので、これの対策としては、その余分な筋肉を落とすためのストレッチと、その筋肉を必要な分だけ残すための運動、この2つがとっても大事になります。まずストレッチは、まあ、筋肉が発達してるっていうのは、筋肉がとっても張っちゃってる、ギュッてこう縮こまってる状態になるので、それをストレッチでしっかり伸ばして柔らかく緩めてあげることが大事です。で、次に運動なんですけども、これね、筋肉落としたらいいんですけども、落としすぎちゃうと今度は代謝が下がって、さっき言った脂肪太り、これにつながる可能性があります。なので、その代謝を下げないためにも適度な運動、これを加えていって、必要な筋肉だけ残す、そうすると適度に足が細くなって、とっても見え方が綺麗になると思います。で、3つ目がさっき言ったセルライト太りですね。これが一番厄介です。まあ、そもそもセルライトっていうのは、体の中の脂肪だとか老廃物っていうものが凝り固まった状態なので、とってもね、これを落とすのって大変なんです。ただ脂肪を落とせばいいんじゃなくて、その固まったセルライトを揉みほぐして柔らかくしてから落としてあげる、これが大事です。まあ、なので、脂肪太りと同じように、食事と運動でしっかり脂肪を落としつつ、リンパマッサージなんかでしっかり揉みほぐしてあげると、一緒にね、むくみも取れますし、とっても効果は出やすいかなと思います。で、最後4つ目が姿勢ですね。同じ体重体脂肪で足の太さも全く一緒の女性が2人いたとしても、姿勢の良い悪いがあるだけでもう見え方全然変わってきます。まあ、なのでね、普段からちょっとね、猫背気味だとかいう方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方は軽くね、ちょっと普段から胸を張って腰を反らせる、これを意識できると、立った時の姿、あるいは後ろ姿なんかもね、すっごく綺麗で足も細く見えるかなと思います。以上4つが、よく足が太くなる、あるいは太く見えてしまう原因と、それぞれの対策方法です。で、次回は実際に自宅でできる、この足を細くするための運動だったりストレッチ、これを随時動画で解説していきたいと思います。それではまた。